アニメ化。時は宇宙世紀 0079。地球を歩く人型の機動兵器の存在でさえ、衝撃的であったこの時代において、空を飛ぶための機体がわずかだが作られようとしていた。一年戦争時に大空に挑んだモビルスーツ4戦。自由に大空を飛ぶ。ある時代では飛行形態で、またある時代では人型のままでその力を得た幸運なモビルスーツたちは、重力という足かせから解き放たれ、絶えることのない争いの中で、重要な役割を担っていくことになるのだが、一年戦争時にもすでに一部の技術者たちが、重力下でのよりスムーズな移動手段を作って戦局を有利にするために、空を飛ぶ機体の研究を始めていたという。これはそんな技術者たちにわずかだが生み出されることになった、数少ない空への挑戦者たちの記録である。グフ飛行試験型。プロトタイプグフの A 型3機と B 型1機を改造し、モビルスーツによる飛行を最初に実現しようとした機体。重力を力技で克服するという目標を掲げて作られたこの機体は、大きな特徴としてまずは背面に、翼上のパーツを付けた簡易型ロケットバーニアを接続し、リアアーマーにも2機の推進エンジンを取り付け、さらに熱核ロケットエンジンを脚部に集中化させる手段を用いている。それに伴い本来のグフの長所を犠牲にし、武装構成もフィンガーバルカンとジャイアントバズに、両脚部のロケット砲といった射撃武装が中心になるなど、プロトタイプグフから見事なビフォーアフターを迎え、あとは飛ぶことさえできれば、戦術の幅も大きく広げる機体になるはずであった。しかし、このくらいの改造では人類を長年縛ってきた重力が、新参のグフを離してくれるわけもなく、1ヶ月の間に38回ほど行ったテスト飛行では、ほとんどが垂直に低空飛行するのが精一杯で、高度を上げた実験では十数回もエラーが起きるなど、自由に空を飛んで長距離移動を可能にするどころか、現実は高く浮くことさえできないというありさまであった。しかしそこで諦めてなるものかと、開発者たちは残りの機体を使って、燃料タンクを改善した H2 型を作り出すも、やはり理想とは程遠かったらしく、その後作った H4 型では、脚部のエンジンを新型にして、走行も両肩部やサイドアーマーに空気抵抗を意識した工夫を凝らしたが、肝心のエンジンが非常に調整が難しいものであったために、飛行試験中にまさかの空中爆発を起こしてしまうという、完全敗北に終わってしまったのであった。その後結局モビルスーツを飛ばすのは土台 YS などのサブフライトシステムにしようという結論に至り、グフの空への挑戦は終わったはずだったのだが。グフフライトタイプ。第08モビルスーツ小隊でデビューした飛行グフであり、今度はグフカスタムを素体にして作り上げた機体が、このグフフライトタイプというモビルスーツである。中止になったはずの計画がなぜ復活しているのか、その経緯は不明になっているのだが、型式番号はグフ飛行試験型から数えて8番目の機体となっており、その特徴としてバックパックと腰部のスラスターは、より出力の高いものが使われ、両脚部はエアインテークを4機備えた上で、推進機を熱核ジェットエンジンに変更している。その結果スラスター消費の激しい戦闘中では、まだ短時間しか飛べないという欠点がありつつも、非戦闘時ならばしばらくは飛行状態を維持できる上に、水上のホバー走行も可能であり、さらには武装構成もヒートロッド以外は、グフカスタムと同様であるため火力も向上し、空中爆発のリベンジを余裕で果たせそうな仕様になっている。しかしギニアスサハリンの傑作であるモビルアーマー、アプサラス3と共に2機が劇中で華々しくデビューを果たした際には、空へ飛び立とうとするケルゲルンに乗り込んだ挙句、ジムスナイパーの手によって、一緒に再び空中爆発という悲劇に見舞われている。もっとも、戦いすらできていないひどすぎる境遇だったこともあってか、小説版ではノリス・パッカードが乗り込んで、連邦のビッグトレイをやられ際に道連れにしたり、ショートフィルム版でも別のパイロットが乗り込んでは、その能力を存分に発揮して、連邦の第08モビルスーツ小隊を苦しめたりなど、
活躍としては少し報われた飛行グフであった。ガンダム GT4。 これは連邦が陸海空軍と宇宙軍のそれぞれに G3 ガンダムを母体とした次世代のガンダムの開発を委託した G4 計画の下で、空軍が作った大パーツとも言える機体であり、モビルスーツ形態であるガンダムモードと、コアブースター形態のブースターモード、現在で言えばボウ正義ガンダムのような中間形態である、フライヤーモードの3つの形態になることができる。ある意味最初期の可変モビルスーツがこの GT4 である。コクピットは複座式になっており、ガンダムモード時では前方の座席は胸部のコクピットだが、後部座席に関しては頭部に移動するほか、武装は両肩部のビームキャノン砲と、劇中では未完成の専用ビームライフルに加え、胸部左右とコアファイター側にある合計6門のバルカンがある。発展途中の機体ということもあって、ブースターモードはバーニア頼みの力技で飛んでいる状態で、中間形態のフライヤーモードもほとんど自由落下。そしてガンダムモードも関節部が脆弱であるといった欠点を抱えているのだが、可変自体は交戦中に行えるくらいには早く、劇中では速やかなモビルスーツ戦にも移行しているなど、なんとか可変機としての運用はできるくらいの機体になっている。もっとも、GT4 は、いくつかの試作機が作られては不運な事故で失われてきた機体であり、まだ課題がありつつも、そんな苦難の果てに大空の領域に大きく近づけた機体であるようだ。そして最終的に2機の完成試作機と思われる機体が、飛行テストを繰り返して精度を上げていくはずだったのだが。ザクスピード。一言で言えば謎だらけの機体であり、何気にガンダム作品群の中でも唯一の、戦闘機への可変を可能にしたザクである。GT4 の開発者から奪ったデータをもとに、ジオンの技術をプラスして作り上げたということ以外、詳細なデータは謎に包まれているのだが、GT4 と同じく素早い変形が可能である上に、ジム4機、戦闘車両5台を軽く撃破するほどの性能を持ち、劇中描写を見る限りでは可変機構の欠陥もなく、あえて言うならば強度が低く、武装がザクマシンガンのみであるため、装甲の強度とビーム兵器の搭載さえできれば、グリプス戦役でも十分にやっていけそうな、まさにジオン脅威のメカニズムな機体になっている。そして、戦術の GT4 とザクスピードは同じ部隊である。漫画、モビルスーツジェネレーションの後半部分にて、一年戦争時の可変機対決という、プレミアすぎる戦いを展開しており、その後一説では GT4 の設計に関しては、アッシマーやギャプランの開発につながったらしい。ちなみにこの4体のうち、最初のグフ飛行試験型は、後のグリプス戦役時に連邦によって近代改修が施された上で、ホバー走行ができる機体として使われており、さらにグフフライトタイプも、ガンダムユニコーンの時代に海賊の機体として使われているなど、特に不遇であり、大空に勝つことはできなかった一方で、その姿を後の時代に残すことはできた機体だったのであった。番外編だが現在は入手が非常に困難になっているコミック集、ガンダムジェネレーションに掲載された漫画、ナイトホークスには、一年戦争時に V 作戦のダミー計画の機体として作られた、小型ミノフスキークラフト実験機という、大パーツな可変モビルスーツである G ダミーが登場している。今回の解説はこれで終了となります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でお会いしましょう。